たの城の松に鳥居金は上のか浅く高い武蔵和田の両国をかけてにおえこい物やや釣りだに豆と玉も舞いぬ芝居天下の芝居は猿若丁江戸の三座と歌わるれ人も人形盛り場でシャキリ金太のお仕事へはいこれがシャキリの金太さん釣りのナンバーワンだよ。俺が金太を狙っている G メンの倉吉さんだよ。この人はアメヤみたいだが実は徳川型のスパイだ。これは金太ご贔屓の居酒屋のパパでございます。そこの娘で名は押す金太のスイートハート。綺麗な顔だがこれでギャングの親子。あら怖いよ怖いよ。これに引っかえとても同じミスとゆきちゃん金太を殺したがる殺処の小原ハートローというのはこいつだよ。まあいらっしゃいいらっしゃい。さてもいんがはお車のこいつ追われずくるくるで釣りと取り手の足比べ東海道の西東行方定めぬ旅の空実におかしな物語。300年の栄華と安泰を誇った徳川幕府もようやく瓦解の危機に瀕し、やがて来たらんとする明治の維新を目標に控え、世を挙げて勤労砂漠の反乱しのぎを削り、安政大国の血が満載記憶がまだ人々の胸をさらぬ頃、西の諸国では至る所に血落ちで洗う小競り合いが繰り返され、血風政府雲を暮らす国民の夢迷う時、
どうもとんだことになりやして。おお、どうかどうかしてくれよ。何してんだよ。どうぞ。振られたってのはお武家ばかりだな。ええ、だから困るやつ。何しろ相手がこういう方ばかりなんでね。一体どうすんだよ。早いとこ死んだら困るじゃないか。どうしてくれるんだよ。おい、早いとこ片付けてくれよ。田舎のお武家ばかり狙うところを見るとちゃっきり金太の仕事だな。じゃ近頃困りまつい横髪破りの侍いざるは田舎のやつばかりとああそれだからそれだからねえとモサルのわいモサルのわとあたりめでしょにとあこれねいやいやあいけねえうっかりやっちゃったい江戸の人の品物あ、もしもしあんたのものでしょうああそれならばそれならばいケースのはケースのは当たり目でしょにさよならあら、キータさんよう、すぼうあら、おつぼうだなんてだって男じゃねえか。いつまでも子供じゃなくてよ。言ってやんねえ子供じゃねえか。おお、金庫。あとで、みんないるか。お待ちかねだ。あそこへ。よう、金太じゃねえか、待ってたぜ。おみんな、今日はたっぷら持ってっからな。とんつぶりで付き合ってくんなよ。はい、いいとも。おつ、あの金太ってやらな。これよりかもこれの方がよっぽど好きな男なんだ。それに女たちの願かけてるんだ。これの邪魔になるって。だからおめえもあんまり思い詰めちゃいけねえ。え？だらしなねえ野郎で上がったと思ったらすぐあの邪魔だ。どうにかね。とっていかねえや。えっ。旦那、しばらくですね。何を言いや。ねえとはたった先会ったばかりじゃ。おお、どこで？中村座でよ。中村座？芝居を見ながら何かこちょこちょやってたじゃねえ。ど、誰も。バカ野郎。おい、金太。しらを切るのも提言にしろよ。お侍の懐のものが一人亡くなったときは決まっておめえだ。あっしがね、あっしは畑で暮らしてるんですよ。何の証拠があってそんな嫌なことをしたんですか。証拠か、証拠って証拠はねえが。ほら、ご覧なせえな。何、おめえと睨んだ俺の目に間違いはねえ。今に見ろ、おめえがこれやってる現場を押さえて伝馬町の牢で叩き込むからそう思いってこうおっしゃるんじゃ。旦那のその文句もずいぶん長い間聞きましたね。耳たこいっちゃった。証拠さえありゃただじゃおかねえんだが、敵将覚えてやれ。甘いぞ、正しい雨。
ほら。どうしよう。落ちてやるんか。だけの話なんだが、あの財布の中には例の手紙が入っておるんじゃ。その手紙は殿から京都にいる佐々木宝剣斎殿にある重大な事柄を伝えるものなのじゃ。近々わしがそれを持って京都へ行くことになっておったのに、それをむざむざ失ったとあっては切腹しても申し訳が立たんわい。とったやが単なる地獄金じゃならいだ知らず、もし徳川方の患者の手にでも。うん、大夫は確かにおっと。安心だ。何しろ密書は徳川方の手に入っていないことは確かだし、それに盗んだ奴の人相がはっきり分かっている以上、草の根を上げても必ずキャツを捕らえてみせる。しかしがっちり困ったことには、親人の手で捕まえもろうたら手紙は取り上げられんもんでな。鬼、役人の手を借りんでも我々の手で必ず捕らえてみせる。すげんごやす。
やい。旦那、あっしは何もしゃいねえんぜ。バカ、見てたぞ。もしもしお侍さん、何かなくなったものはありませんか。何？おい金太、とうとう現場を取り押さえたぞ。旦那、じゃ何もしやしないよ。うさむんで調べてくんねえの。ああいいから、来い来い。もしもし、ただいますぐお返しいたしますから少々お待ちください。来い。倉吉さんが待ってるわ。うん。それに薩摩のお侍が何度も覗きに来たわ。何、薩摩の侍？俺はそんなしつこく追っかけられるほど悪意の真似した覚えねえんだがな。だから俺は田舎っぺしつこくって切れよ。そうね、本当に。おい、あんまりいいよ。金ちゃん、お前そんなにあたいが嫌いなのか。何、お前だけ嫌いってわけじゃねえんだ。女はみんなで嫌いなんだよ。どうだっか。いや本当だ、女に心を許すとな、この仕事の腕が鈍るんだな。で俺は嫌いなんだよ。いらっしゃいまし、毎度どうも。金太というものはまだ本か。おい、いつもならばもう今頃参っとるんでございますが。お親父、また来るぜ。しかし最前金太らしいものが確かにこの中へ入ったんだがな。一向存じません。でも旦那方何だってそんなに金太を探してくるんだが。いや、ちょっと尋ねたい筋があるんだ。どんな。いつに気づからんやっちゃ、いつけつたいぶったぎったる。どこへ行こうと勝手と邪魔だとするとためにならんぞ。何を抜かしやんで。ここは山の中や田んぼの中じゃねえんだ。そずかずか荒らされてたまるもんけ。おいおい、どかんか。なんとおしのこと聞くと叩き殺されるぞ。やらかって。いいからどけ。やだったら嫌だ。おい、どかんか。やろって。やいやいやい、賛否耳ならかっぽじよく聞かれ。おう、一体俺を誰だと思ってやんで。
知らんこそ入ってるだな。日本棒が怖くてゴムリゴムっと持ってますような、そこらの骨なし野郎たちとばら育てちゃうんだ。よさましたかったら俺を叩きてから探しやれ。さては貴様、金太をどっかへ隠しているの？知らねえ。抜け抜け、抜かんか。どうも、すみませんでした。これも飛んだり失礼いたしました。さあ、その金太の野郎、二階にいるんだ。よし。ずらがれ、いどんじゃ危ねえぞ。あれはただ事じゃねえ。え、おめえうっかりすると殺されるかもしれねえぞ。これはおめえにいつか預かったもんだ。旅のロギンでしよう。いいか。クロ、貴様いい加減なことを言いおって、二階にはおらんではないか。そんなことはございません。確かに野郎いたんでございますがね。お、これは何で。もう侍から頂戴したもんじゃねえか。金太さん、早く帰ってきてね。ああ、ひとつ目だったらな、すぐ帰ってくるよ。お、これなんで。いや、これ預かってるね。じゃあ、あばよ。
っとでかい。ほら、ちょこちょこ横動く。江戸っ子が泊まってねえか。そのことなら最前お泊まりになりましたが。そっちありがてえ。じゃあすぐ案内しよう。もしもし、履物。おい、なんだか様子が変だぜ。よく用心しろよ。このお部屋でございます。ちょいと金ちゃん、金太さん、金の字、ちょいと。やい金太。いい気持ちだ。カシャッと。暮らしのやりまぐるなにしてんだろうな。さつさてたほいのよさほいのほい。人の懐するときはアホイ。いつの間にやらしにゃならぬほいほい。さつと出たほいのよさほいのほい。触れたたもとをちょいと探りほい。いつの間にやら右左ほいほい。三つと出たほいのよさほいのほい。見つかり次第に伸ばされるほい。無駄な苦労もせにゃならぬほいほいと。こらさあ、誰か来てください。どうしました。やい、この野郎。どうも様子が変だ、変だと思ったが、この野郎が。ゴミは。お許しくださいませ。どうしようですから。やんな、いかがじゃ。あ、さっきの巡礼じゃ。いいか。そうですね。助けてやんなよ。やしよな。いい女だぜよ。そんなおめえに言って助けてやんなね。おめえ行けよ。遠慮するな。そんなのねえよ。じゃあこうしよう。さて行こうじゃ。いや、どうぞ。あら、何も取ってくこうといいんじゃないよ。ただ酒の相手をしてもらえばそれでいい。うわ、まあ、俺はタップラーやるぞ。いいよ、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 いいよ。おっとくれ。何もだ。誰だ。そこ開け。早く出てこい。出て今度行くぞ。何の用じゃ。おめえ早くよう言わんか。あっしはやめろったんですがね。この人がこの人で、実はあっしもどうも嫌でたまんねんですが、こいつが。実はその女の人を消していただきてんで。何だと。それ直れ。しっかりやろ。どうぞご勘弁を。おめさんが変な具を起こすもんだからよ。生身だ、生身だ、生身だ。何みほらんげきよ、何みほらんげきよ。金太、すまねえ。今までおめえに変なこと言ったりしたりしたが、どうか勘弁してくれ。おめえと俺と変な因縁で死ぬ時までこうして一緒だ。俺はもう決しておめえをどんなことがあっても咎めねえから、どうか安心して仲直りしてくれ。こら出てこんか。出てこんと行くか。こら出てこんか。
長近藤大先生の名を語るのはどういうご所存かの。我々は三軍将新選組の剣道指南役の一行じゃ。へえ、知らん、知らん御用じゃねえはずか。しからば秘伝の部屋へ参ってとくとお考えを受けたまわろう。何も殺したは言わねえよ。つまり俺たちの顔を立ってくれせすればいいんだ。してその、うん、手っ取り早く申せばこれだ。死んだと思ってドンと出さしちゃい。してへんやつかね。あいつは偽なんですよ。どうだな、百両ではどうか。安いだろう。それでご勘弁願いますですか。うん、では早速。いや、おかしいな。当然まで確かにここにあったんだがな。やい、やったな。何？じゃあ、ないっていけないよ。あんな命の世田谷にそんなおかしな真似ができやすかってんだ。本当に足じゃありやねん。それもそうだな。ねえ。さっき旦那さん、いやおめえがこれからどんなことをしても咎めに仲良くしてくれって言ったじゃねえか。そりゃ言ったよ。そうでしょ。確かに言った、うん、あれはあの世に行ってからのことで、この世じゃそうはいかねえや。あれだ、そんなのねえよ。どうも妹が危ないとお助けくださいましてありがとうございます。どうもありがとうございました。いえいえ、お安いご用でこれからもちょいちょい冗談じゃねえよ。おう、おめえさんがやったんだろう。お先失礼いたしました。おい、なんだなんだ。いいえ、お先失礼いたします。おやすみなさい。おやすみなさい。ちょちょちょ、なんなら明日一緒に道連れになりませんか。どうぞ。どんなもんで、ねえ、な密通なんか約束して後で泣き取らせたら知らねえんで。だけどあの姉さんなかなか粋な年はだぜ。何にも知らねえんじゃん。おめえこそ何にも知らねえんで。知らねえな。知らねえな。知らねえな。知らねえ。知らねえ。長いが、この雨も長そうだな。おお、まあまあまあいいじゃねえか、いいじゃねえか。え？おゆきさん、いやっすか。どうなったんだ。おう、あんたあの姉さんとはまるっきりあべこべですね。あの人は私の姉ではございません。そうだろうと思ったよ。あんたみたいな人にあんな姉さんがあってたまるもんか。あんた我々町人と違ってお武家のお嬢さんでございませんか。
情があって身分は明かせませんが、私はこの間母を亡くしまして、たった一人の父に会うため京都へ参る途中なのでございます。西丸宿であの女の人と一緒になり、一人旅は危ないからと、それからずっと道連れになって。それはいけない、それはいけない、それはやめた方がいい。おいつはね、ちょっとなぜさ、なぜやめた方がいいのねえ兄さん、私と一緒じゃなぜいけないの。私といけなけりゃあんただっていけないはずよお互いにあんまり身元を洗い立てない方がおためだね。罪かと思ったねえ、いい加減にしなさい、後で後悔しやすい。おめえ何にも知らねえな。何も知らねえんだよ。知らねえな。知らねえな。知らねえな。ことはないと存じますが、何しろこの雨が上がらなくちゃ。なるほどな。ありゃ、いらっしゃいませ。お早いお着きです確かにお泊まりになっております。この通りごたついているので、どの部屋か存じませんが、後でお部屋を全部ご案内いたしますから。川止めではあるし、この雨では他へは行きようもなし。金太、旦那、あっしは何もしやしねえんですね。嘘をつけ。何もしねえやつがそうそわそわするか。川止めのどさくさ紛れに一仕事やりやがったな。冗談じゃいかねえや。何ね、江戸の借金取りが下に来てやったんでね。ねえ旦那、おめさんと一緒にいんのに、んなおかしなことができなくなってんだよ。だからあんたになったら付き合いにくいってんだ。あっち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 。教授さんが何とかしな、あの暗くしないの一部出てくんねえか。どうしたんだよ。何でもねえんだがな、ちょっと気分の悪いことがあってよ。
出ねえ。おい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 、何をこそこそしてやんだ。ん、おい金、ちょっと来い。何なさんで。ん、ねえ旦那、今日は都合悪いんですかね。明日に行ってくださいな。くずくず言うな。まで確かにいらしたんですが、いえ、お立ちにはなりません。あ、あの方でございませんか。誰かこの部屋に入ってきたの。いいえ、誰も。そんなはずはない。それじゃあどうぞお探しな。おい兄さん、もう大丈夫だ。出てきなよ。おい、俺にちょっと用事があるんだ。出てきなよ。しまった。あ、おい、レイさん。すぐ勘定してくれ。立つからな。お客さん。雨はどうやら上がったようだけど、まだ川は渡れねえようだよ。いいからすぐ感じしてくれ。おい姉さん、俺の着物をどこへ片付けた。いいえ、片付けましねえぞ。あっておかしいな。あ、金もやられた。何、泥棒だ。いや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 、そうじゃねえんだ。泥棒じゃねえんだ。何でもねえんだ。要はね、あっち行ってくれ、あっち行って。弱ったな。江戸の岡っ引きともあろうものが盗まれましたと訴えては出られないし、そうかてグズグズしてたら金のやつは突っ走りしやがるだろうし。弱ったな。そうかて裸で道中はできねえし。あ、そうだ、お墨のやつにいくらか借りてやろう。おい、ここのお客さんは。はあ、何でもさっき大変急いで立たしちゃったよ。そうか、あの女がやりやがったのか。さあ皆さん、川は渡りますよ。川は、さあ早く。勘弁してね。俺はこんなことしたくねえんだけどな。逃げなきゃならないんで。しょ、覚えてやれ、これ。死んじゃってる。何やるのか、やんで、ごまんへんね。やい、よくも俺の友達を取らしやったな。もっとも花めたなんして、取らされやつもあるけど、将軍まで取らぬ先じゃねえか。だから泥棒は消えよう。かっかんじゃ。ごめんよ。
とう存じます。ありがとうございます。お気をつけなさい。江戸八丁堀のクラキッタンという方はいませんかね。江戸八丁堀のクラキッタンという人いませんかね。あ、もう俺だ俺だ。あいつは江戸のおかっぴっか。そうなんだ。キャツにあのスリを渡したら今までの苦心は水の泡になる。これ頼まれたんですかね。何？花の下御用心金の字いいえ、お見えになりません。してみると西湯は行っておらんな。これだけ探していなければあいつは井戸へ向かったに違いない。千万度じゃあ、バンタドン、お仕事はごした。てめえ、するじゃねえのか。するじゃねえのか。金の字、おめえ、何やった何を。盗っ人だけでいいだ、てめえのこった。てめえみたいな友達を一遍でぶって驚け。あんまり暮らすにいいの。てめえみたいな、どこで見たんだよ、てめえみたいなやつ。今これ、何を言ってかんねえ。かわしら。だが、先ほどとは失礼しました。おい、怪しいんだよ。これじゃねえかと思うんだね。おい、言うなよ、おい。するじゃねえか。緊急するじゃねえか。身共は小林八兵衛と申する者。
仲裁は時の氏神とやら。仲良く一婚踏み交わそうではないか。Mm-hmm.
おつ、早く引っ越しの支度しないか。お父っつぁん、どうしても引っ越すの？当たり前よ、こんな物騒なところに住んでいられるか。でも、金太さんが帰ってきたらどうするの？私たちがここにいなかったら、もう金太さんとは会えないわ。そんなことかかり合っていられるか。いよいよ今夜上野でドカンと始まるんだ。だだこねてお父さん困らすもんじゃないよ。おつぼ、お前はどうしてその聞き分けがないんだろうな。待て！
連れて行け。あんた行って、誰だって。何でもいいから早く連れて行け。帰ったじゃないか。ぐずぐずしていると日が暮れる。はい、行こう。おつ、おつ、おつや。おい、いたのか。早く帰ってこいよ。江戸も底辺なことになったもんだな。そうですね。この分じゃとても江戸には無事に入るそうもありやすんで。そういや上昇屋の親父はおつぼはどうしたかな。おい金太、え、俺の最後の頼みだ。何です。この俺に一つ手柄を刺してまた始めやんだ。冗談じゃねえや。おい金太、金太、待て待て、おい金太、金太、おや、どけどけ、ひろみな、ほや、金太か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 、いやおなしに江戸の町へ入れるんだな。ああ、こんな格好でもしなくちゃ危なくて江戸の町へ歩けねえもん。いつ入ったんじゃ。はあ、あっしは、おいどんは、3日前にこの隊に入っとったんでおますさかい、どうぞよろしくお願いいたしやすい。いこわす。はっ、一体どこのもんじゃ。Thank you.
たいこともある。身共と一緒に来てもらいたい。もはや一刻の猶予もなの。人を手荒なことをするが許してくれ。我々は長州藩の者だが、石膏に目を貸していただきたい。承知いたした。では最高列の2名を拝借いたす。ここへ乗れ。何をグズグズしている。おすの小原に引っ立てられて今折檻されているぞ。早く乗れ。Thank you.